どうも皆さんこんにちは。もうめっちゃ喧嘩してるな。喧嘩した始まるんで、誰や喧嘩してんのは、誰が喧嘩してんのよ。誰が喧嘩してんの。喧嘩したらあかんで。このでかいやつですね。君はもうこっちに移動や。はい。ほんとね。すぐ喧嘩しますよね。もっちになってきましたよ。皆さんどうもこんにちは。ワラスのハムスターライブストリーミングへようこそ。今日もね、がっつりでやってみたいと思いますね。またなんかジュージュー言ってますよね。喧嘩してはいけませんよ。地味もこっち行く。一応ね、今11匹を二手に分けてやっておりますんでね、移動したい人はまだ暴れん坊なやつがいますね。泣いてるだけ。あ、こっちこっち、君いじめてる。いじめてる人、いじめないでください。そのままやけど、お、戻ってきましたね。直人はどこ行ったんですね。直人はね、直人は、直人はどこ行ったんですかね。レモンさんどうもありがとうございます。無理やり入らんでええねん、3人も。だから、ね、何回も言えろ。じゃあ3人であっち遊びに行きますか。ハヨンドンスチさんどうもです。ありがとうございます。いやー、フォローしたかはちょっと覚えてないですけど、ハムスターライブ配信の楽しんで、フォローした人は、毎日10人ぐらいいるんですけどね、だいたいフォロー返ししてるんでね、ありがとうございます。こちらハムスターベイビーズの皆さんです。総勢11名おられますね。戻ります。今家2軒に住んどられますんでね、自由に過ごしていただいてますね。じゃあ君もこっち。じゃあ君もこっち。じゃあ君も、はい。全員こっち来ました。皆さん、はい、楽しんで。皆さん兄弟でございますからね。はい、皆さんで、この人直人ですね。直人は帰るみたいですね。君動かないね。君はなんか下のサバザブロが好きなのかい。まあ多頭飼いっていうか子供なんで一緒にいるだけです。もうちょっと大きくなったらみんな別々で飼いますんで。なんかついてんの頭に。君はすぐ脱走するね。またこちらへ一人移動されましたね。まあどっちにいてもらっても、あ、でもこっちの方が餌はまだいっぱい残ってんのじゃろうな。知らんけど、この辺置いとくで。
まあみんな兄弟なんで仲良かったり悪かったりいろいろですね。こんな感じで家移動自由なんで、まあお好きなようにって感じですね。そうですね、フォローしていただいてありがとうございます。今で1ヶ月ぐらいですかね、生まれて。まあ灰色が2匹と白が3匹とノーマルが6匹11匹いますけどね、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、君はそんなド M な感じに仕上がってるけど、ちょっと君ド M やな、ド M な人にちょっとブロッコリーでもあげてみますかね。上の人ド S ですね。あなたもド S ですか。誰が泣いてんのか分からないですね。ちょっと下の人圧迫されてますね、だいぶ。泣いてんの誰や、もう分からんな。まだ喧嘩が勃発しています。まだこっちで喧嘩が勃発しております。喧嘩すんな、喧嘩したら喧嘩するな、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 遊ぶな、割り箸で遊ぶ、遊ぶな、遊ぶな、遊ぶな。1回で11匹なんで最高記録ですね。あれですわ、今まで1回で10匹が最高でしたが、いや、なかなかすごいですね、11匹はね。まあ皆さん里親募集中でございますので、欲しい方はぜひとも連絡の方お待ちしておりますんでね。まあとりあえずね、飯さえ食ってりゃ喧嘩しないんで、まだ言うてもそんなね、縄張り争いもしないですね。いやー、もちこさんはお母さんは3週間ぐらいでも子育てやめましたけどね、さすがにしんどかったと思いますね。ね、よく頑張りましたよ、本当にね。はい、君らも、はい、ブロッコリーでも食べて仲直りしたら、はい、はい、野菜もどんどん食べてね、はいはい、どんどん餌食べんとあかんで、普通の餌も入れとくからな、ミックスフードもな入れとくから食べなあかんで、はい、いっぱい食べてな、早く一人前になって里親さんのところに行くんだよ。はい、どんどん食べて、はい、かわいいですね。君はゴーゴーしてんのか、はい、ゴー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 、赤いですね。まあ兄弟言うてもね、オスメスでも違うんでしょうし、性格も違うでしょうしね。だからなんか脱走しないでください、あなた脱走しないでください。こちらの方は脱走されてますね。ポケモンのこのコースターを
愛してるのかい。残るのは売れなかったら売れるっていうか無料ですけど、行くとこない子は自分で育てますね。今8匹大人いるんですけど、ここに8匹いますよね。みんな今まで40匹生まれたんですけど、みんな旅立っていったんで、まあ今回はどうなるかちょっと分かんないですけどね。かわいいね君はね。ポケモン好きな、ポケモン好きやな。月なんとかさん、ありがとうございます。お、戻りましたね。あ、これ直人ですかね。直人を追いますサバザブロ。みんな今度こっち行く。脱走したらあかんで、脱走したらまた喧嘩してるし。普段はねしてないんですよね。むっちゃ地味登るね、むっちゃ地味登るね、むっちゃ地味登るね。頑張ってるね。むっちゃペロペロしてるね。名前はないです。はい、なぜならば名前をつけると、あの別れが恋しくなるからです。なので落ちた。適当になんか親の名前つけてますね。栗用が親なんで栗次郎とか、もちこさん白かったら白ちゃんとか、そんな感じですね、はい。まだ喧嘩する、喧嘩しない、はい、喧嘩しない、すぐ喧嘩すんねんからな。喧嘩しない、喧嘩しない。はい、そこ、はい、そこ場所取りしない、場所取りしない。みんな眩しいからエキサイティングしてますね。まあ結構ね、11匹もいたら誰が誰かほぼ見分けつかないですね。まあ色で見分けつく時もありますけど、ほとんどは分かんないですね。いじめてあかんで、このでっかい人キュー言ってますね。お前らどこのもんじゃみたいな、こいつむっちゃ威張ってますね。こんにちは、ボスのクリオです。ボスはもうじゃあこっちで、うわ、なんか来たで、うわ、なんか来た、うわ、なんか来た。ボス強、ボス強いですね。ひなたさんなのです。あ、なんかボスでも馴染んでますね。やっぱボスがまた喧嘩を勃発しておられます。やめてください。なんか一人
応援団が入ってきました。でも強いですね。さあじゃあちょっとマミーを、マミー入ります。マミー連れてくるから君たち喧嘩したもんで、マミーこちらがお母さんのもちこさんです。うわなんかおるわ、うわなんかいっぱいおるわ、結構ぬくいぞ。あ一応面倒見てますね、ペロペロしてますね。もうみんなマミーが買ってたぞ、マミーが買ってたぞ、マミーマミーマミー、おかんが買ってたぞ、みんなみんなおかんが上がってきたぞ、おかんが上がってきたぞ。トラブルメーカーの発見ですね、こいつね。こいつは明日にでももう別室に隔離ですね。おかんめっちゃ面倒見てるおかんもみくちゃにされてます。なんかジャニーオタみたいになってますね、群がってますね。どんだけおかん好きやねん。マミーが大変なことになってきました。マミー大丈夫ですか。おとんはノーマルです。おとんノーマルでおかんも白ですね。お母さんも母乳出ませんのでよろしくね、その辺大変やな、もちこさんご苦労様ですよ、本当。もう3週間ぐらい一緒にいましたけどね、もう11匹いたらね、もう母乳が出なくなってね、大変でしたね、本当に、ね、子供の生育もね遅かったですね。まあでも今ではね大きくなりましたんで、よかったですよね、もちこさんね。おかん、おかん潜るの好きなんで結構潜って遊んでますね。どうですか、もちこさん、今日のベイビーたちは。やっぱお母さんが来たら喧嘩しなくなりますね。やっぱ偉大なんですかね、お母さんはね。おかん、こっち行きますか、じゃあ、はい。もう一個部屋ありますんで、そっち行かれますか。こっちのベイビーたちが、うじゃうじゃいますけど、あれさんのノイズ
なあ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 喧嘩しないね、喧嘩しない、喧嘩したいとこっちずいじゃん、おかん、なんでそんな後ろから攻めるん？そんな狭いとこ入らんでも。する午後どうピッピちゃんどうもです、今おかんが家の中へ入ってきましたね。むっちゃ喧嘩してる。ブルーガさんどうもです。どうなんですかね、おかん的には今何を中で面倒を見てるんですかね、うるさいですよ、どういう状況なんですか。一人かい。おかん、どうしますか。移動しますか。とりあえず飯食いますか。やっぱおかんはひときわ大きいですね、子供に比べたらね。まだ子供と戯れてますね。子供がおかんに気づいて集団で襲いかかってます。みんなおかん大好きですね。ゴミ行ってらっしゃい。バルデスのとこは月曜と木曜なんで。お
ここはハムスター重油が行われてますね。これ入りすぎやろ、これ何匹入ってんねん。4匹、1、2、3、5匹入ってますね。5メンバーズですね。1、2、3、4、5ですね。5重油ですね。これこの重油さはなかなかのもんですな。自治すぎてもうなんか維持できひんやろみたいな感じになってますね。じゃあ5メンバーズそのままおかんとこへ行くということで、すごいことになってますね、これね。なかなかすごいですね、これね。ホワイティ、今スリーベイビーズですね。君らもそんな無理してしんどい思い宣伝やで。ありがとうございます、ピーチオーロング三軍、どうもです。ありがとうございます。ヨッセイさんのお願いです。ちょっとやる気ないみたいなんで餌でも投入してみますかね。この中にブロッコリーを入れてみたいと思います。おマミー、マミーなんか仲良くやってますね。マミーのところへ誰か入ってきましたね。みんなマミーを奪い合ってますね。山ちゃんも、参加したら。入れん、そこ入れへんやん。そのでかいやつは牛耳ってますね。もう君も入れへんと思うな。なんでスリーハムスターなんかわかんないですけどね。
お初見さんどうもです。ありがとうございます。平安歩は今はあんましてないですね。部屋を歩き回らせるのはやってないですね。でも1日1回全員あの別のケージに入れて撮影してますね。まあそれが平安歩みたいなもんですかね。撮影ケージをね持ってますんで、もうなんか隠し持っていた餌を送ってますね。どうなってんの、どうなってんの、どうなってるんですか。これお母さんです。お母さんネクストルームへ行かれるみたいです。もうしんどいわみたいな感じですね。おかんなかなか用心深いんでね、もちこさんはね。シャイガールだったんでね、子供の時ね。若いですね、もちこさんはね。耳の色違いますね。ディファレントカラーオブイヤーベイビーです。お母さん、子供いますよ、ここに、はい。鬱陶しいですか。お、ジュエンさんどうもです。マミー帰ってきましたね。なんかもうわちゃわちゃで意味が分かんないですね。お、ゴーゴー始めてますね。お、もうナイスゴーゴーやな、ね。シャクティさんどうもです。ちさとさんどうもです。いや面白いですね、ハムスターベイビーね。またなんか喧嘩してますね。じゃあそれではさくらちゃん一家も連れてきますかね。まあ、こちらお母さんと11匹メンバーなんですけど、他にまだお母さんと子
子供2人のご家庭がありますんでね、そちらを連れて行きたいと思いますね。こちらがそのさくらちゃん一家です。ここフィードピューレいきますか。これがマミーで、これがマミーのさくらちゃんです。これがベイビーです。ストライピーちゃんです。ストライピーちゃん大きくなったね。いまだに仲良しなんですよね。珍しいですよね。もう一匹いるんですけどね、奥にね、クリオジュニアがね、クリジローが。こちらもお父さんはクリオなんで、さっきの赤ちゃんとお父さんは一緒なんですけど、お母さんは別っていう感じですね。まあ異母兄弟ですね。でさくらちゃんはなんか子供好きなんでずっと一緒にいますね。さくらちゃんにピューレでもありますかね。さくらちゃんピューレ食う。さくらちゃんはもちこさんと兄弟なんですよ。でクリオはさくらちゃんともちこさんの旦那なんですけど、生まれた子供たちは、まあ異母兄弟なんですけど、おかんはさくらちゃんでももちこさんでもまあ同じようなもんなんで、なんか交流会とかもしてますね。異母兄弟ですけど、あの向こうのやつバラデスの高級遮光カーテンを噛んでますね。ちょっと奥のやつバラデスの高級遮光カーテンを噛まないでください。なんかバラデスんち土壁なんで、なんか勝手になんかね、なんか一匹侵入してきましたね。ムカつく。バラデスの高級カーテンの、まあ、さくらちゃん一家にクリザブローが侵入してきました。猫チュールやってるんですよね。なんかね、魚味がないんですよ、ハムスター用のやつって。なので今は猫用の海鮮のやつやってるんですけどね。昔はよくハムハンピューレのいちご味でやれてたんですよね。まあ、一番食いつきが良かったのが魚系だったっていうね感じですね。君ここの家の子じゃないからね。君人んちでルンルンでゴーゴーするのやめた方がいいと思うで。めっちゃルンルンや。そこあなたの家じゃありません。
あ、そっちはあなたの家ですよ、はい、そっち行くのは全然笹川さんどうです。今なんかややこしいんですけど、この今映してるのがさくらちゃん一家で、今乱入してるのがもちこさんちのサバザブロで、でこっち側はもちこさん一家 であの奥ももちこさん一家です。でさくらちゃんが今ここで寝てまして、今もちこさんの子供が勝手にさくらちゃん家に入ってきてます。そして家の中に入ってきました。ママって感じです。入っていったけど、それママちゃうしそれママちゃうから、ストライピーそれ兄弟やけど、兄弟やけどイボ兄弟やからむっちゃ遊んでる。仲いいんですよね、なんかね。ストライビーちゃんなんかクリジロが怒ってます。なんか怒られたな、かわいそうにな。まあ、かわいそうというか君ここの子じゃないから、だからなんかやられた感あふれてるけど、君ここの子じゃないで。ストライビーちゃんともうおじさん違うやん。いや面白いですね。追いかけていった君らは兄弟やけど、ハーフブラザー&シスターやからな。ハーフやから。ストライビーちゃんも場所取られたな、ストライビーちゃん。ストライビーちゃんそっち行く、マジで。そっち行ったら兄弟いっぱいいると思うけど、多分喧嘩になるで。あ、コロナだったんですか。それは大変でしたね。いやー本当今年はやばそうですよね。こちらストライピーちゃんです。こっちにいるのは子供たちはもちこさんの子供たちです。ストライピーちゃんはもう来月旅立ちますんで、みんな気になってますね、やっぱね。まあ、そりゃ気になるわな。なんか来たで、なんか。でも、半分、親、お父さん一緒やし、お母さん兄弟やし、もうなんか、同じようなもんやろっていうね。ストライピーちゃんでございますね。ストライビーちゃん多分オスなんでね、ストライビーちゃん入っていくんや。むっちゃ入っていきましたね。ストライビーちゃんは何回も言うけど、ここの子じゃないから ね。橋の下で拾ってきた子やからね。ってよく親に言われましたよね。あんた橋の下で拾ってきたんや、的なことをよく言われましたよね。
今日はね、もちこさんがこっちいるんですよね。オーストラビーちゃん帰ります？帰らんのがいい。まあ同じのはもんやから、まあゆっくりしてったら。親も一緒、ね、お父さん一緒やし、お母も兄弟やし、同じやろ。もう、まあ、そこおったらええやん、ね、君は顔がキリッとしてるね。君は直人かい？君は直人なのかい？直人なのかい？昨日直人という名のハムスターが一匹いたんですよ、ね、イケメンのハムスターだったんですよね。でもこれが直人かどうかは分かりませんね。君は直人かい？君は藤木直人かい？君は藤木なのかい？君はストライビーちゃんだね。ストライビーちゃんも外出するのかい？直人むっちゃ頑張ってますね。直人ハンサムボーイなんですよね。喧嘩売るな、喧嘩売るな、喧嘩売るな、ご帰宅です。今直人と遊びますんで、直人ご帰宅です。てかサバザブロは、サバザブロはだから何回見るとこっちの子じゃないんで、もう帰ってください。昨日もなんかあいつ侵入してましたよね。ストライピーちゃん今度はあっち行くんか。あれか、ほっときましょう。今日はもちこさんが中にいるんですけどね、なんか出てこないですね。寝てますね。もう子供にもあんま甘えられなくなったんで、子供が甘えとこなくなったんでね、もう一回戻してもいいかもしれないですね。アクエルのビタミンウォーターはいいですね。バラデスはカッコン糖のあの液体のやつ飲んでましたね。まあ飲んでましたねというか、ワクチンですけど、ワクチンの時に飲んでましたね。クリジロアングリーですね。何やったんやん、まあ、みたいなね。でもサバザブロはなんかここの家が心地いいみたいですね。一方のもちこさんベイビーズはこんな感じですね。帰るんやったら自分ち帰ってください。はい、もうちょっと下げましょうかな。やだ、あなたストライビーちゃん、ストライビーちゃんあそこじゃないの。あなたノットユアホーム、ノットユアホーム、ストライビーちゃんの家じゃないね。僕はストライビーちゃん喧嘩打ったらあかんってもんで、なんか暴れん坊になってるやん。ねあんたも自分の家帰って、
親は全く干渉しないですね、子供のやることにね。まあそりゃそうやわな。マミーはここで爆睡してますね。これさくらちゃんですね。なんか夫婦みたいになってるけど親子ですよこれ。ストライビーちゃん、ストライビーちゃんまだ脱走しました。ストライビーちゃんがまだ脱走してなんか奥でいらんことしてますね。ストライビーちゃんがこっちちょっと平和になってきましたね。こっちのもちこさん、こっちもちこさん&ベイビーズですね。もちこさんもだいぶ寝ておられますね。これマミーですね。ストライビー帰ってきましたね。ストライビージェットホーム打倒替えはもうだいぶ不可能が、いやでもこんなにお家になってもね、おかんと一緒にいますからね。ワンチャンこれでもメス同士だからね、いけるのかな。さくらちゃんもクリチロウもメスなんで、もうちょっと大きくなったらもう無理なんでしょうかね。ストライビーまた脱走してるし、クリチロウも脱走したらあかんで、大きくなってね、クリチロウお前。おかんちょっと潰れてますけど、ストライピーまた喧嘩売りに行ってる。じゃあじゃあじゃあストライピー、ストライピー喧嘩売りですなんてね。さくらちゃん一家をちょっと奥に下げて、と手前に持ってきて、ストライピーちゃんちょっとあなたはここの子じゃないんで帰ってもらえますか。ストライピーちゃん、ストライピーちゃん全然懐かへんしな。なななな、やっと帰られましたね。これで平和になりました。地味だ、やめといた方がいい。行くんやだこっち、はい、これもね、ここですよ、なんと。よいしょっと、今ここに1、2、3、4、5ベイビーズいますね。猫ピューレク、さくらちゃんも来てきましたね。
下の糸食べれてる。いでででで。No, no, no, no.ちょ、そっち他人宅やから何回も言うけど、昨日もこの人、さくらちゃん家へ行って、いらんことばっかりしてましたんで、牛ちゃうわ。このグレーハムスター、むっちゃワイルドですね。なかなかおてんばボーイですね。バッドボーイですね、こいつは。めっちゃ。喧嘩したんは、喧嘩何年から。また桜ちゃん家行ってますね。ほっとりましょう。ほらまた喧嘩になるな。ちょ。なんか入っていきましたね。これ馴染んでますね。もうピー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 うるさいね。もう出てきた、ボンカレ出てきた。サバザブロ、サバザブロ帰るで。サバザブロ迎えに行きますね。サバザブロね、そこ You are not your mother やから。おもろいですね、サバザブロね。アンパンマンさんどうです。一応ね、まだ里が決まってないんで、赤ちゃん紹介しとかないといけないですね。はい、こちらが爆睡中のクリオです。はい、どうもです。欲しい方は DM をお願いします。こっちも爆睡中のソフィアちゃんです。よろしくお願いしますね。一家に一匹ハムスター、癒されますよ。
で、これがグレー色のいらんことばっかしてるサバザブロですね。かわいいね。こちらはデブイクリオですね。なんかいい感じで仕上がってますね、君はね。この人は男子ですね。なかなか良い玉々をお持ちですね。これはジャングリアンハムスターです、はい、ちっちゃいですけどね、まだ赤ちゃんなんで。今11匹いますんでね、欲しい方は DM くださいね。里親募集サイトハグーで一括募集しておりますんでね、はい、こんな感じで可愛らしく仕上がっておりますんで、全然噛みませんしね、しつけてるんで、まあ、しつけてるというか愛情込めて育ってますんで、まあ里親にもしなれなかったら自分で買いますんで、はい、欲しい方はぜひともね、ハムスターはギュウギュウな感じで、ハムスターはギュウギュウ、もう一人入れるで君ら。でもさっきのサバザブロはなぜさくらちゃん家ばっかり行くんですかね、それが謎ですよね。なんであいつはさくらちゃん家に行くんですかね。君はもちこさん家の子なのにね、うん、君もじゃあ入る、ソフィアちゃんもハムスターギュウギュウ入る。しんどって感じですね。あ、購入というかお渡しです。あのお金はいただいておりませんので、欲しい方は里親募集サイトハグー HUGU ハグーの方でバラですで検索していただくか、DM をバルデスに送っていただければ、そちらのサイトの方を案内しますので、そちらで一括で管理しておりますんで、よろしくお願いします。はい、こちらは、もちこさん以下ですね。みんな潜っていきましたね、どっかへね。久しぶりの登場はエマちゃんですね、はい、エマちゃんはね、可愛いですね。エマちゃんもさもさですけどね、欲しい方はぜひとも DM よろしくお願いしますね。まあ基本的には兵庫県でお渡しできればいいと思ってるんですが、もし無理ならば東京ぐらいまで行く予定にしておりますんでね。後ろの人誰ですか。じゃあ何だもん、はい、じゃあアピール、はい、はい、ダブルアピールしとこうな。里親さん見つかるかもしれんからな、かわいいね。かわいいね、はい、欲しい方は一家に一匹ハムスター。あ、このハムちゃんを買うだけでね心癒されますよ。まあ
2年以内に死にますけどね。まあ死んバルデスはねもういっぱい買ってるんで、もう次から次へ買ってるんでね、まあ寂しくはないですけどね。皆さん思い入れがね、ハムちゃん買うと思い入れがねあると思いますね。バルデスも死んでいったハムスターはみんな庭に埋めてますね。これがおかんですね。この今いるこいつの下にいるのがおかんです。なんかもちこさんも帰っていった感ありますね。なんかねベイビーたちもあんま甘えなくなったのか、あ、なったんで楽になったみたいですね。これもちこさんですね。これベイビーですね。まだお母さん子供の面倒を見てますね。ない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 。気になってもね、なめなめして面倒見ますよね。本当ね、すごいですよね。え？大丈夫？大きい？大きい。まあ東京限界ですね、はい、東京福岡限界説がありますね。一応ね今月中に兵庫県に来られる人見つけて、来月からはちょっと東京方面福岡方面まで新幹線のテール上でお渡しできる方探してますんで、さくらちゃんが子供の面倒を見ております。お母さんはねどうしてもなんか子供のクシクシしてなめなめしてね面倒見るんでね、まあ、人間と一緒でね子供も鬱陶しいんでしょうね。お母さんはもうそういう習性なんでね、しゃあないですよね。本当偉大ですよねお母さんはね。むっちゃなめなめしてますね。これはソフィアちゃんですね。アピットジな、はい、ソフィアちゃんです。東京行く？ソフィアちゃん東京まで行けばね、結構ね途中名古屋とか京都とか横浜とかでねお渡しできるんでね、
里親も決まると思うんですけどね。まあ交通費とかも請求しませんのでね、ぜひお考えの方はハグーの方にね、新幹線の何々駅まで来てください的な感じで言ってもらえばね、連れて行きますんで。お、エマちゃんがさくらちゃん家に入ってきました。そのパターンやめてくれへんかな、もうなんか、だから喧嘩になるから。だからお母さんは無視なんですけど、子供が異母兄弟なんで喧嘩になるんですよね。これなんか勝手にこれ入ってるんですよ、これなんか。あんた こっちの子やからな、はい、勝手に入るんですよね。まあ同じようなもんですけどね、もう何回も言いますけどね。でもなんかすぐ他人の家に入り込んでいくんですよ、こうやって。怒られてる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 。君らだからここの家の子じゃないから、はいはい、もう帰って家も、はい。あんたもこっちの子じゃないやろ、はい、だからもう行かんでええから、もうなんかそっち行くんやったらこっち行きや、はい、興味あんのか知らんけど、この子むっちゃなんかさくらちゃん家行きたがりますね。面白いですね。あいつむっちゃあいつむっちゃ他人宅に侵入してますね。で怒られてるやろそら。エマちゃんそっちじゃない、こっち、はい、むっちゃ言ってる。君らほんまさくらちゃん好きやな、おばさん大好きですね。俺まだストライビー来て怒られてる俺。マジョさん帰ります、一応こっち行っとります。奥では異母兄弟が喧嘩してますね。なぜかさくらちゃんに甘えてますね。マジョさんも帰れた方ですね。じゃあもちこさん帰りましょうか。お疲れ。この子たちはもちこさんベイビーズですからね。奥の家はさくらちゃん一家なんで、でも今さくらちゃん家に何匹か行きましたね。回収しましょうね。はい、さくらちゃん家に入ってるあなた、この人、あなたここの子じゃないんで帰りますよ。あなたもここの子じゃないですよね。どうなってるんですか。これマミーで、これはノットベイビーで、これも違うやろ。あんたも違うやろ。これさくらちゃんですね。じゃん、
今帰ってきたのがストライピーなんで、これで OK ですね。すぐ脱走するなら自分家に、はい、そうそう、だからそっち違うって、そっちさくらちゃんちやから、何回も言うけど、ほらまだ怒られてるし。いや、それ怒られるやろ、そら。もう知らんでも、好きにしても。どんだけさくらちゃん好きやねん。1名様脱落されました。ちょっとな、脱落するのめんどくさいな。エマちゃん、ちょっとエマちゃんどこ行きましたね。ほっときましょう。しばらくしたら戻ってくると思います。ていうかこれ親子ちゃうし、これマミーやで、これノットマミーズベイビーやし、君はなんて、なんか一緒に これ親子じゃないです、はい、この人は乱入しているだけですから、ちょっと返しますね。もう桜ちゃん的にはもう何でもいい感じなんですから、ね、おや、エマちゃん帰ってきました、はい、エマちゃんを戻して、はい、やっと平穏無事になりましたね。しゃ、じゃあそれではアダルトハムスターも行きますかね。お、さくらちゃんが来ましたね。さくらちゃん goes to もちこさんズベイビーズハウス。さくらちゃん面倒見たってくださいもん、ベイビーたちの。もちこさんも帰っちゃいましたんで。なんかまた侵入してる、侵入するな。エマちゃんまた侵入してますよ。もうめんどくさいですね。さくらちゃんどうですか、もちこさんズベイビーは。さくらちゃん的にはうわ、なんかいっぱいおるわみたいな感じなんですかね。自分の子ではないですけどね。まあできればね、まとまってさくらちゃんにね面倒を見ていただきたいところですけどね。さくらちゃん帰ります。帰りましたね。いや、あの人は脱走してますけど、もちこさんのベイビーですから、あのグレーのやつもそうですね。あいつも勝手に乱入してますね。じゃあここらでアダルトハムスターのちょっと出していきますかね。
さくらちゃんですね。こいつさくらちゃんノットさくらちゃんベイビーなんで、ね、何なんですかねこいつはね。なんか噛みついたりはしないですね。そりゃそうですわ。じゃあアダルト行きますか。栗を届けてますね。よいしょっと栗を。こちらがファーザー栗をです。どうもです。こちらが親父のクリオです。いや、いや迫力ありますよねやっぱね、クリオね。いや、やっぱクリオ人気ですね。やっぱクリオの子供たちもね、やっぱクリオ似てますよね、本当にね。まあこいつクリオジュニアですけどね。ジュニアもでかなよったでクリオ。まあクリオもね、言うてもなんか売れ残りのハムスターだったんですけどね。クリオ憧れか君は。クリオ憧れか。クリオ憧れしてんのか。まあ一緒にはできませんけどね。クリオやっぱ人気やで。まあ前サバオというね、子供体育40匹作ったハムスターはいたんですけど、やっぱクリオもね今14匹ですかね、子供作ったんでね、今から頑張っていただきたいところですね。ウレ君今日は脱走してはいけません。はい、ウレ君今日は脱走してはいけません。サバはね、言っても一回も自分の子供に会ったことはなかったと思うんですけどね。まあクリオも同じですね。さすがに、お父さんはね、することないですからね。いらんことばっかするんですよ、どうせね。こちらは偉大なる父親ハムスターのクリオ君です。ありがとうございます。やっぱクリオ君は偉大ですよね。たくさんの子供たちに囲まれて幸せそうなクリオですね。会うことはないですけどね。喧嘩すんな。異母兄弟たち喧嘩するな。弟でも。これを脱走しておきません。
今日はノンアルコールビールでお願いします。これ僕に脱走したらね、子供を噛んじゃったりしたらダメですからね。ダメです、ダメです、クレオ君ダメです、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 クレオ君ダメです、クレオ君ダメです。はい、大福の主さんどうもです、ありがとうございます。懐かしいですね、大福くんね。バラですが、最初に買った4年前に最初に買ったハムスターも大福でしたね。大福といちごちゃん懐かしいですね。あれからもう TikTok、YouTube、Instagram もう4年ぐらい経つんですね。早いもんですね。お嬢かさんどうです。クリオじゃあベイビーと一緒にしてみますかね、一回ね。じゃあファーザークリオファーストミートベイビーズのコーナー行きたいと思います。皆さんどうなっても知らないですからね、バラス責任取れないですよ。じゃあクリオですね、早速ベイビーズの家にね入れてみたいと思います。クリオ goes to baby room。 クリオ don't fight。 クリオ don't fight with your baby。 Oh father意外と優しい、意外とファーザー優しいな、意外と優しい。クリオくん、クリオくん意外と優しいね。クリオくん、おお、ベイビーズ、マイベイビーズ、マイベイビーズ、ベイビーいっぱいいますよ。おば、おお、ベイビーズ、マイベイビーズ、クリオ、クリオ&ベイビーズ、クリオ&ヒズベイビーズ、クリオじゃない、こっちはちょっとややこしいから言い方ないから、クリオ、テイクケアオブユアベイビーズ、ちょい、ユアベイビーいっぱいいるで、これ、だやっぱダメでしたね、これを帰りましょう。やっぱクリオちゃんのと Take care of babies ですね。やっぱクリオせっかく来たんで、黒豆ジャムもいただきますかね。モーレビンズ、モーレビーンズ入れます。いっと今だねもね入れときましょうね。モーレビーンズは暇だね大好きなんでね。モーレビーンズやっぱ顔でかいですね。
もちこさんじゃなくてモーリービーンズでか、黒飴ちゃんはねたまにね昼間でもバラエスがいるときはね一人だけ特別に外を出したりしてるんですよね。結構ねちょっと甘やかしてるんですよね。まあ、なんでかというとね、なんかね、いつもなんかダセダセアピールしてくるんで、まあ、ダセダセアピールというか、なんかこう、出してちょうだいみたいな感じの、かわいい感じのアピールですね。ずるいやつですね、こいつはね。国力も降りてきましたね。まあ、何回も言いますけど、この二人には親子でも兄弟でもなく夫婦でもありません。他人です、はい、基本的に他人ですね。やっぱクリオ君かいですね。クリオ君、黒豆ちゃんが出てくるのも待ってますね。でかいな、クリームな。意外とモーリービーンズが母性を発揮して子供の面倒を見るとかないですかね。いらんことせん方がいいでしょうね。はい、クリオ君でーす。どうもでーす。クリオ君ジュニアです。どうも、クリオ君ジュニア&黒豆ちゃんでちょっとやってますかね。クリオ君ジュニア、クリオ&クリオジュニア&黒豆ちゃんねめっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる。あ、ソーリーソーリーソーリー、クロメちゃんジェットアングリーですね。クロメちゃんは他人の子はまあそら世話しないですね。いや、びっくりしましたね。まあそらそうですわ。クリオです。クロマちゃんです。この二人はね、なんか近所のおじさんとおばさんですね。相変わらず仲良しですね。
じゃあバラです、トイレ行ってきますからね、脱走せえへんか見といてくださいね。どうもどうも、クラムちゃんなんか可愛らしい感じで仕上がってるね、はい、ミラートさんどうもです。君らチューばっかりしてるな、他人やけど。チェストナットのモーリーペインツ、いや長いですねこれですね。今日はミントさん来てないですね。クロアミちゃんはなんかしたたかな感じで見ておられますね。クリオはゴーゴーしてますね。じゃあこの二人はこのまま置いといてまた戻れますかね、ハムスタービービーズにね。まあベイビーたちはねなんかよくわからへんことになってると思いますね。誰がどこにいるのかわからなかったと思うんで、もう一回ちょっと整理整頓したいと思いますね。クロメちゃん、ミンドさんどうも。今クロマちゃんクリオと遊んでますね。
さくらちゃんベイビーともちこさんベイビーは今なんか誰がどこにいるかわからない状態になっておりまして、クロマちゃん不良の家に入っていきましたね。今日はあんま喧嘩しないんですかね。なんか仲良く二人で黒目ちゃんもなんか寒いんかな。そんな寒ないよ、17度だから。クロマちゃん可愛いですね、やっぱね。いやもう言うたも年末ですよ。もう明日30日ですよ。もう早いもんですよね。まあこの二人は仲良くやってるんでほっときますかね。こちらはもちこさんベイビーですね。ここは別に平和なんですけど、さくらちゃんハウスにですね、大量にもちこさんベイビーたちがですね乱入しておりましてね、まあすごいことになってるんじゃないかと思いますね。こことここはもちこさんベイビーハウスなんですけど、その奥にですねさくらちゃんベイビーハウスがあるんですけど、そこにだいぶ乱入してるんでちょっと回収してきますね。クリオジュニア、クリオジュニアはいらない。ここあなたの家ではない。これはストライピーなんで、こっちの子ですね。ちょっと一回点呼しますかね。クリオジュニアはこっちじゃない、こっちで。クリオちゃんクローズとしてちょっと数を数えてみましょう。だいぶ混じってますね。ここ2匹ですね。ここ1匹いきますね。1,2,3,4,5,6,78,9,10やっぱ10匹しかいないですね。どっかに1匹いるんでしょうね。もう一回数えます。1,2,3,4,5,6,7
8、9、10、8、9、10、8、9、10、やっぱ10ページしかいないですね。 Where is one?アルデピリどっか行きましたね。パールホワイトっていう種類のハムちゃん欲しかった話売り切れて残念です。あーパールホワイトね人気なんだよね。結構売り切れてますよね。うちのパールホワイトは3匹いますけど、エマちゃんホワイティとシュロちゃんとね、まあ欲しい方はぜひとも 1,2,3,4,5,6,7 8,9 10 1匹どっか行きました。あと1匹いるはずなんですけどね、ちょっと探しますね。なんかあと1匹はさくらちゃん家にいそうな感じがしますね。ここにいるんじゃないですかね。この人は違いますね。これはマミーですね。いました。ここにいました。ジミー、ユー。勝手に入り込んでるけど、君ここの子じゃないし。これどうなんですかね、これ。もうなんかここで一緒に。いてもいいような気がしてきました。君はここの子になるんか。いてて変えるかどうすんの。君なんか普通にお母さんと一緒にいる感じになってるけど、これお母さんちゃうし、君一緒にいるんやったらいる。一緒にいるんや。一緒にいてもいいけど、なんかおかんみたいになってるやん。もう面白すぎですね本当。じゃあもう君ここでね過ごしてください。君今日からここで、ね、これベイビーやけどノットマミーですよね。ほら怒られる。てかおかん怒られる筋合いないですけどね。なんか一匹紛れ込んでますけど、もういいかって感じですね。まあ一匹減ったんで、おかん的にはホワイティちゃんの代わりにサバザブロが来た感じでね、いいんじゃないですか。ノー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 ベイビーノ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 ーベイビーノ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 ー、なんかゴキブリみたいになっとるやないか。ベイビーベイビーエマちゃん、エマちゃん、落ちました。本当はもう、じゃあもうほっときますね。はい。はい、ちょっと。
こっちのベイビーたちはじゃあもう見ていて、エマちゃんいらんことすんでるからな。マイエクスペンシブカーテンをね潰さないでくださいね。じゃあネクストアダルトいきますかね。よいしょっと。ネクストアダルトハムスターは待ってくださいね。メイプルちゃん続けていますか。メイプルちゃんです。メイプルちゃんは今日も元気でやってますよ。さくらちゃんがいいならもういいんじゃないですか。なんか他の兄弟、異母兄弟は怒ってますけどね。メブジャンピューレク、はい、まあ、メブジャンはねなんかだいぶ衰えてはいますけどね、まあ、一応元気でやってますよ。さくらちゃんはもうなんか子供もちこさんもそうですけど、なんかな数数えられないんで何べきでも一緒的なね感じですね。だいぶなんかちょっと寝静まってきましたね。体重計のしていますかね。68です。68になりましたね。 She was 80 over だったんですね。 Very big になりましたね。ベリースモールになりましたね。
マイナス20グラムダウンですね。12グラムダウンですね。ビカムススモーラーですね。68ですね。8268ですね。まあ、しゃあないですね。ルーズウェイトですね。まあでも目立った傷とかインジャードもなんかないんでね。まあね、どうなんですかねって感じですよね。こんな感じですね。She likes licking me ですね。ねえ、こんな感じです。おや、ねえ、メイブルちゃんです。80gから68gにルーズウェイトされましたけどね。そうですね、サバジロー連れてきますかね。いや、メイブちゃん終わりますよ、サバジローです。サバジローもね、まあ元気でやってますよね。おお、ソリソリ。耳怪我してましたけど、まあ今はなんとかね。
クリジローとストライピーがね喧嘩してるんじゃないですかね。まあこんな感じのベイビーズですね。沢です。じゃあ、サバジロ置かれますね。あとは、あとは、ゆうこさんですね。ゆうこさんです。ミズコットンです。いやミズコットンもねホワイトハムスターでセブンティーンベイビーズのマミーですね。ビハインドにサバオジュニアーズがいますね。サバオハンズ、なんでそんなに気になるんですか。サバオハンズ、そうですね、耳なんか鳴ってきていただきましてよかったですね。なんかサバオハンズ、じゃあゆうこさん、はい、借りましょうね。はい、それではこっちはベイビーズですね。こっちはモーリー・ビーンズ&クリオ・ジュニアですね。クリオですね。
相変わらず仲良くやってますね。クリオライクスモーリービーンズベリーマッチですね。もうじゃあもうスリーブトゥギャザーしてください。はい、それでは最後はやっぱりさくらちゃんベイビーズともちこさんベイビーズね。君らはね、どんちの、ね、なんかこう家を破壊してますよね。ちょっと待ってくださいね。じゃあ最終転校したいと思いますね。あ、でも一人沢尾うんちに行った子がいましたね。沢尾うんちに行った子がさくらちゃんうんちに行った子がいるんですけど、なんか早速ストライピーちゃんがいらんことしてますね。里親に出す前に妊娠とかなったら大変ですからね、本当ね。かわいいね、君ね。いい寝顔されてますね。君もじゃあ中に You cannot go to Sakura-chan house. No. Sakura-chan house 行ったらあかんで。
サードじいさんどうもです。センカさんどうもです。最終天候いってますかね。一応こっちスリーハムスターで、こっちが5人目が今うろうろしてますね。でこっちが 1,2,3,4,4 匹いますね。3+5=8。あと3匹どこ行ったんですかね。ここに1匹いますね。1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 いるますね。オールザハムスターズ OK ですね。こっちもじゃあ人数に差がありますが、4と7みたいな感じで分かれてますけど、しゃあないですね。エマちゃんも5号。脱走してはいません。まだ脱走しようとしてますね。
さあ、まあ今日はこんな感じですかね。やっぱ高いですよね、ハムスターはね。午後今5匹と6匹になってますね。こっちが6で、こっちが8ベイビー、5ベイビーですね。ああ、1匹落下しましたね。じゃあ脱走してきたやつが帰ってきたら終わりにしましょう。ワンベイビー Go to walk Go for a walk。グレイベイビーいました。今捕獲しますね。よくしょっと。ドンブルの横にいましたね。よいしょっと。こいつ要注意人物ですね。すぐ脱走します。じゃあ扉を閉じましょう。よっこいしょっと。これで OK ですね。でね、こっちのベビーたちもそろそろ寝る準備ということで、今ゴーゴーやってますね。これ直人ですかね、ひょっとして、ね、直人ゴーゴーやってます。グッドランニングですね、あの人。もうむっちゃ走ってますね。前パールホワイト買ってたんですけど、虹の橋を渡ってしまった。まあそうですよね、ハムスター寿命がね短いですからね。1歳半とかね、長くても2歳ぐらいで死んでしまいますからね。まあ寂しいもんですよね。君なんかほっぺが白いね。白いほっぺが可愛いね。パールホワイト可愛いですよね。まあうちにもいっぱいパールホワイトいますけどね。今なんかさくらちゃんが奥でダセダサアピールしてますね。さくらちゃんも出てこなくていいですよ。こっちにも何匹かいるんじゃないですか、シロちゃん。
かわいいな。奥で暴れてるのはさくらちゃんと子供のストライピーですね。あ、ダルメシアンね、ゴールデンハムスターの白いやつね、可愛いですよね。うちはハムスターだらけで困ってますんでね。仲良しやな、君らはな。また喧嘩してるし、また脱走してるし、チュ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 ダブルゴーゴー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 は成立してるな、一応。なんかやっぱ2人で走るとペースが遅くなってますね。ダブルゴーゴーはちょっとペースダウンですね。やっぱ1人で行く方がプリプリ感が溢れていいですね。グッドゴーゴーですね。どう？ナイスゴーゴーですね。むっちゃクシクシするね。便ですよね。噛みついてきますからね。
血だらけになりますよ、ね、本当ね。まあ、我ですもね、液体絆創膏、なんかアロンアルファみたいなやつですけどね、使ってますね。可愛いですね。可愛いんですよね。名前つけたらね、里親に出すときにね、悲しくなりますからね。今ずっとこいつをなでなでしてたんですけどね、ちょっとバルデスもね、悲しくなっちゃいますからね。早く里親さんにね、もらってもらわないとね。鹿児島からは厳しいでしょうね。まあ福岡あたりまでだったらね、行けると思うんですけどね、新幹線で。いやー、 TikToker の皆さんもね、まあ全国からね、里親募集してるんですけどね。飛行機はね、一応乗れるみたいですけどね、手荷物では行けたり行けなかったりするらしいんでね、やっぱ貨物になるんで、貨物のところに入れても大丈夫な頑丈な入れ物じゃないとね、あいつら投げ飛ばしますからね、本当に蹴り飛ばしたりするんでね。もうなんかむっちゃ頑丈な入れ物じゃないとダメでしょうね。飛行機だったらね、まあ電車だったら全然手荷物で行けるんでね。まあだから福岡でお会いして、そこでお渡しするっていうことはできますけどね。なかなかね、北海道はちょっと厳しいですね。やっぱ飛行機になるんで、ハムスターを貨物として飛行機の下のとこに入れることになるんでね、もうなんか鉄でできたようなカゴじゃないと厳しいでしょうね。まあ電車だったらいいんですけどね。まあ、あとはバルデスがフェリーで舞鶴から、兵庫県なんで京都の舞鶴からフェリーに乗って車で函館まで行くかですね。まあそういうのも別にありだですけど、なかなかね。いやでもまあどうでしょうね、ありない、ありっちゅうとありですよね。まあそれか東北新幹線で東京まで出てきていただくか、
みたいな感じになるんですかね。まあ、バラです旅行したいんでね、ちょっと考えてはいるんですよね。フェリーで北海道行ったことまだないんでね、一回舞鶴から一回行ってみたいなと思ってるんですよね。まあ旅動画なんか撮ったりしながらね、楽しそうですね。金沢ぐらいまではね車で行ったんですよね。いやまあ年内12月までは兵庫県に取りに行っていただける方を募集してですね、1月いっぱいになったら全国に広げていってって考えてるんで、まあもし自分で佐渡が決まらなかったら自分で買うのは全然問題ないんですけど、やっぱねたくさんの人にこう栗尾の遺伝子をね届けないといけないんでね、他のアムスターは寝てますかね。こっちは閉じてしまいましたけどね、こっち4、5匹いますかね。こっち5匹でこっち今6匹ですね。うまい具合に分かれましたね。みんな兄弟ですけどね。まあ、こんな感じで可愛らしく仕上がってますんでね、欲しい方はぜひとも DM していただければね。うちのアマスター母乳育ちですしね、元気に免疫も完璧ですしね、噛まないですしね、優しい子ばっかりで、飼うのは非常にいいと思いますよ。もう人慣れしてるんでこんな感じでね、全然噛みついたりとかもないですし、はい、可愛いですよ。こんな感じで仕上がっておりますんで、欲しい方はぜひともね、こんな可愛いの一匹家にいたらね、本当癒されますしね。掃除もなんかね、2、3週間に1回床材変えるぐらいで、砂変えてぐらいしかやることないんでね。まあ餌もなんか何でも食いますしね、ハムスターなんかね。買うためのハードルはもうランチューレベルですね。はい、喧嘩しないね、喧嘩しないで、落ち着いて。まあうちのハムスターはあんまり噛まないですね、人間にはね。まあちゃんとしつけてるんでね、人間に噛みついてくることはないですね。こんな感じで二人ゴーゴーはだからペース落ちるから、もう喧嘩しないの君はもう、エコちゃんやから喧嘩したらあかんでいいやな。この頃はね、お母さんが早めに出て行ったんでね、人慣れしてますね。さくらちゃんの子は未だにお母さんと一緒にいるんでね、すぐ逃げたりしますけど、いやほんと遠いのは残念ですよね。マッチングは完璧なんですけどね、もう遠距離恋愛みたいになっちゃいますからね。ね、
まあ一応東京福岡が限界ということでね、飛行機はねちょっと厳しいですからね、ハムスターもね。まあでも今までずっと福岡とか東京とか横浜ばっかり出たんで、名古屋とか一回福岡方面もいいかなと思ってるんですけどね。まあこんな感じで全然構わないですしね、可愛いですからね、欲しい方はよろしくお願いしますね。本当可愛いですよ。まあどれぐらい可愛いかというと、もう例えきれない可愛さですね。こんな可愛いですね。まだ脱走しましたね、一匹ね。今なんかモーリービーンズ、黒豆ちゃんとクリオもなんかイチャついておられますね。子供はちょっとじゃあもうお休みや、もう2時やで、まあ年末年始やからええですけどね。はい、ちょっと子供たちもお休みで、今なんか黒豆ちゃんとクリオがイチャついてるんでね、と面白そうなんで連れてきますね。こいつらはさくらちゃん一家ですね。よっこいしょって、グラスサーモンに重たいですからね。こちらはサーバオとクリオと、なんや、一匹なんか落ちてきた。じゃあクリオと、もちこさんじゃなくてクリオとクレマムちゃんですね。まあこの二人はな、夫婦ではございません、兄弟でもございません、親子でもございません、ただの他人でございますね。長野行けますよ。長野だったらできれば名古屋ぐらいまで降りてきていただければ、新幹線で行けると思います。上越新幹線今あると思うんで、まあ今まではね結構ね東京茨城ぐらいまでマジでハムスター新幹線で運んでましたからね。今まではね、今から思ったらすごいですよね、本当ね。でもゆうこちゃんベイビーぐらいになってったら、なんかこう皆さん兵庫県の人取りに行ってくれる人多かったんですけどね。まあ今回はね11匹もいるんでね、これはクリオです。奥に黒豆ちゃんがいるんですけど、まあ仲いいですね、夫婦でも親子でも何でもないですよね。こっちは、ベイビーズですね。ホワイティとなんかいろいろいますね。この子たちは兄弟ですね。
は回ってるやつやな。TikToker の皆さんもね、ぜひとも、まあ未成年の方はおられると思いますんで、お家の方とかとかお姉さんとかお兄さんとかと一緒にね、ぜひとも、あれですよ、新潟の人にも会いたことありますよ。兵庫県から高速乗ってね、金沢で打ち合わせしてね、バダコさんベイビーを預けたこともありましたね。まあでもやっぱ交通の便がいいのはやっぱ東海道新幹線になるんで、まあ新大阪ぐらいまでね来ていただけたら本当に助かりますけどね。ハウス掃除してると床材をポップコーンのようにしますね。うちの子も夜行中を散らかしまくってますね、ほんとね。ポップコーン製造機ってすごい名前ですね。まあバラですもんね、これ人のハムスターになるんで、もう名前つけたい放題でね、藤木直人とかなんかむちゃくちゃついてますよね。お、クロマムちゃんとクリオが喧嘩を始めましたね。まあ正月年末年始なんでね、いつもはだいたい1時に終わるんですけど、まあ2時ぐらいまでやってもいいかなと思ってるんですけどね。まあそろそろ解散ですかね。まあ皆さんぜひとも見たい話した方がいいとか教えていただければ連れてきますよ。 If you want to see your favorite hamster, I will show you your favorite hamster.まあ、クリオ君は相変わらずですね、こんな感じでボサボサな感じですね。クリオジュニアはこんな感じですね。ですよね、なんか爪でチュッチュッチュッってやって弾きますよね。特に矢心地はなんか弾きがいがあるみたいで、もう掃除が大変ですよ、本当にね。まあじゃあ今日こんな感じで終わりますかね。とりあえずね、年内までにYouTube の収益化を目指してるんで、今総再生時間4000時間のところ3900ぐらいまで来てますんで、ぜひともね、何回も何回も再生していただいて、まあ特にショートではなくてね、ライブ配信をね、もう一日中垂れ流していただければね、本当にバラですよ、嬉しいですね。まあ収益化できたらね、皆さんに還元していきたいと思っておりますんで、まあ具体的にはAmazonギフト券とかね、そのあたりも皆さんに見ていただいたらお送りすることもできますので、ぜひともね、よろしくお願いしますね。まあ里親募集の方はね、ぜひとも DM の方をいただければ
まあ北海道は行けると思いますけども、まあ、フェリー乗りたいんですよ。バラですかね、旅行一回ちょっとフェリーで北海道行ってみたいのもあれば、まあ、ちょっと車で行くんですけど、スタッドレス履いてないんでどうかなと思いますよね。まあ、バルデスのハムスターライブ配信プラスなんていうか旅行動画とかもね上げていきたいんで、今流行りのね、なんかキャンピングカーとかでうろうろしてる人よくいるじゃないですか。ああいうのもこうハムスターと一緒にね北海道まで行くみたいなね、そんな動画もやってみたいですね。まあ、バルデスの車そんなでかくないんでね、ハムスターを詰め込んで北海道まで行くっていう、まあおもろいですよね。まあ寝れたら何でもいいんでね、バルデスは。そんな DIY しなくても普通に寝れればいいんで。いやー、なんか夢は広がっていきますね。そう考えたらね、皆さんにわざわざ兵庫県まで行っていただくなくてもね、バルデスはお届けできますんで。まあ、ちょっとタイヤがな、スタッドレスがないんでね、その辺もちょっと考えますね。じゃあまあ今日はこんな感じで、はい、終わりたいと思います。まあ、皆さん今日も本当にありがとうございました。 YouTube の再生回数どんどん回してくださいね。それではまた明日。 See you tomorrow.